さて、今回でコラ半島は終わりかな？マルタ中3つ発電所じゃない変電所、うわここまで持っていくんだ大変だね。それと倉庫、ここね、マルタ、長いマルタ、はい、を持っていく。これはもう小札庫から持ってこないといけないね。そしてこの変電所に届けるマルタ中はこっから行けるんだけれども、ここが丸太中が6なんですよね。ということは3本1セットなんで貨物2つ分にしかならないと。ということは結局これも小札庫から持ってこなきゃいけないんだね。ってことで小札庫、長い丸太、ここね、丸太ステーションで、ここは、はい、丸太中と長い丸太両方なんだよね。なので長い丸太3本、長い丸太を都合9本と丸太中を3本をこっから一旦今のドライ持っていかなきゃいけないということですね。じゃあまずそれをやらないといけないよね。まあいつもの感じでいきましょうかね。丸太といえばこのセットというサドルテーとログローダークレーンですね。よし行こうか。暗いね。いやーついにここまで来ましたね。もう探索から始まりかなり大変でしたね、このマップは。はい、でいつものようにどれだこれだ、煽り付きセミでね。はい、さあ行こうか。ちょっとルートを深くか。はい、こんな感じですね。まあいつも通り、いつも通りというか、まあ結構久々ですけどね、ここ走るのもね。ここ氷の上ですね、道じゃなくて、を通って丸太を積みに行くと。で積んだら、まあこっからまた氷に降りて、ここねちょっと迷ってるんですけどね、まあこの辺まではいいでしょう。でこっからこのでかい道を行くのがいいのか、この水辺沿いを行くのがいいのか。水辺沿いはね結構横転の危険があるとは思うんですが、このでかい道はね、この辺りが結構鬼門かなと思ってるんですよね。長いトレーラー引っ張っていけるのかなっていうのがねちょっと心配だったので、まあどっちがいいのかな、ちょっと迷うとこなんですけど、とりあえずこっちでルートを設計してみました。でもここって結構この実況シリーズで一回撮ってるじゃ撮ってるんだよな、いっぱい何回もね。ってなると今回こっちで行った方が絵代わりはするのか。そうする？ちょっと組み直すか。はい、ということでちょっとルートを変更しました。こっちですね、まあ町というか村、あの廃墟になってた村の中をこう抜けるルート。どうなのかな、まあちょっとここはね結構通ってるんで、まあ絵代わり的な意味も込めてね
行けるのかな、まあ、ちょっとかなり心配ではありますけど、頑張って行ってみましょう。あと都合長いやつ9本と丸太チューが3本だから12本か、入るのかな。この荷台に乗り切るかどうかもちょっと心配ではあるけど、2回運ぶのはさすがに大変だもんな。 OK 到着したね。まあまあさすがにここはね、いけるよ。うわうわうわ、ここ割れるのか、やべえ。あ、意外と大丈夫だった。怖っ。バックで入った方がいいかな。まあいいか。さて、積み込みだね。長い丸太。この間もガソリン食うわけだから結構急がないとね。いやーこれ落ちそうだな。これとりあえず6本じゃない、9本来たね。それから丸太柱、これを3本、これ持っていかなきゃいけないと。あー落ちた。ちゃんと運べるかなこれ。OK。 ちょっと暗くなってきたな。よし、積み終わったぞ。いやー、テンションベルトかけたいなー。でももうこのまま運ぶしかないからね。さーて、じゃあ行くか。無事行けるんでしょうか。そもそもこれ折り返すのどうする。入れれるかな。いや、曲がるの遅かったかも。ダメか。おお、ギリ。よし、行くぜ。燃料持ってくれよ。視点この方がいいかな。落ちた時にまあ分かるか。ああ。荷物が転落したりした時に見やすいのはこっちなんだけど、横転とかの危険が高まりそうな気がするんだよな、この視点だと。足元がやっぱ見えないからね。え？うわー怖い。
で写真撮っとくか。まあもうちょっといいのがあったら後でまた撮るけどね。 OK、 まあしばらくは氷だから安心して走れるんじゃないかな。でこれ割れるかな。でちょっと割れてっかも。あ、これ割れるな。渡れるか。長いから大丈夫だろう。オッケーオッケー。おお。でこっから登ると現在地は、はいはい、ここですね。このあとしばらくちょっと道なりでここショートカットして、でそっから廃村に向かっていくと。ここはちょっと何なんだろうね。あそこはどういう作りになってるのか、もう記憶の彼方なんだけど、小札湖走るの相当久しぶりだよね。はい、でこの後なんかちょっとよくわかんないルートに入るんだよね。なんか迂回路みたいのを一応ルート的には設定したんだけど、どういう路面なんだろう。多分もうなんなら探検の時以来走ってないんじゃないかな。これ迂回する必要ある？なんか普通に行けそうな気しない？ね、行けそうな気するけどな。行っちゃう？いやちょっと怖いな。うなってるよね。まあ、確かに深いぬかるみではあったけど、なんかそんなに是が非でも避けねばならんという感じでもなかったな。あ、ここが逆にちょっと細くて怖いかもしれん。意外とこういうとこ横転するからな。オッケー、抜けたね。うわー怖い。オッケー、じゃあちょっとルート修正しようかな。うん、なんとか抜けたね。です。でここね、ここね相当なんかあんまりいい印象はないんだよな。なんか電柱が倒れてたりとか、めちゃくちゃ雪深かったりとか、そんな感じだったような印象があるんだけど、違ったっけな。そんな感じでまともに走れなかったから、氷のというか水辺を走る選択をしたような記憶があるんだけれども、やばい道が見え、こっちか。あーはいはい、あーそうだこれね。これどうしようかな。こっちかな。登れる？
トレーラーが通れるかな。いや前に回るじゃん。やば。うわ、トレーラー引っかかったかも。あれ？もう当たってる？あ、もう当たってんな。いや、これやばいな。これで抜けないから。ほい。オッケー。いやー。いやでもこれで、ああまだ前にも電柱倒れてんな。いやーやっぱ最悪だぜここ。いやどっちが安全だったんだろう。っていうかガソリンがもうないかもしれん。マジでガソリン足んねえな、この感じだと。なにこれ。オッケー、なんとか抜けた？抜けたっぽいね。どっちが大変かな、水辺と。こっちの方がもしかしたら安全は安全なのかな。電柱やべえなっていうのはあったけど、横転の危機みたいなことにはそんなにならなかったもんね。じゃあちょっとマップ見ようか。いやいけるかな。67、まあいけるとは思うんだけど、行った後あの燃料タンカーのところまでたどり着けるかはちょっと微妙なラインだと思うな。やばい、かなり斜めるねこれ。おっとっとっと。オッケー、58か、やべえかもな。